はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の北風小僧のカンタロウについてですね。作詞は井出さん、作曲は福田さんとなっていますね。この歌、お母さんと一緒では毎年必ず1回は歌われるぐらい人気の曲ですよね。ファミリーコンサートなんかでも登場していますね。60周年のコンサートでも歌のお兄さんがみんな登場して歌ってくれましたよね。今回誠お兄さんも普通の格好だったので、今回はカンタロウの格好の人がいないんだと思って見ていると、なんと電柱で誠お兄さんが登場してくれましたね。これはまた面白かったので次回もやってほしいなと感じました。はい、今日はお母さんと一緒の北風小僧のカンタロウについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。